ー、そしてバッターボックスには外が入っています。さあワンアウトになりましたが、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。やはりピンチになると初球も慎重になりますね。なるほど、そうですね。カットボール見送ってボールです。セカンド牽制球、二塁はセーフ。打ちました、いい当たりだ。伸びていく、どうだ、入れば先制。レフト見送った、先制のツーランホームランです。マリーンズ白球高々と舞い上がり、ZOZO マリンのスタンドに消えていきました。マリーンズが先制しました。2対0になりました。頼りになる男がやってくれました。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。さあここで先制点を奪うホームランが飛び出しました。いや、うまく打ちましたね。これはここでの一発、早くも先制点を手に入れました。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。セカンド牽制球、二塁タッチもセーフ。これが1球目、初球ボール。ドカーンと大きな当たりです。入った、ホームラン。ツーランホームラン。白球高々と舞い上がり、ZOZO マリンのスタンドに消えていきました。高めに浮いたストレート、体の近く引っ張った当たりはスタンドへのトップライナー、詰まっています。追加点が入りました、千葉ロッテマリーンズ5対1。クリーンナップから飛び出した一発になりました。ベンチではチームメートに祝福され、喜びを分かち合っています。ご覧いただきましょう。ここで追加点となるホームランが出ました。いや、うまく打ちましたね。これはこの前半戦で試合を決めにかかっています。3番外、大きくリードはしてますけど、この後どういう試合展開になるか分かりませんから、取れる時に取っておきたいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。これが初球、まず最初のボールを決めていきました。一塁牽制球、セーフ。チェンジアップを見極めます。はい、アウトロー、変化球、空振りでストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。外れてフォアボール。これでツーアウト満塁、点差を開いていける番バッター外、今日は2本のホームランを放っています。フォアボールのランナーが出ています。この試合は先発野手全員安打を達成しています。小宮山さん、ちょっと打たれすぎですよね。もうちょっと何か対応できたと思いますけどね。そうですよね。さあピッチャー立て直していけるか。しつこく牽制を入れます。一塁はセーフ。初球ボール、低めは外れました。ボール先行です。セーフ。キレのある変化球が決まっています。打った、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナー、セカンド回って三塁に向かう。